はい、どうも上田誠でございます。本日はホームで行われた名古屋グランパス戦1対1のドロー。いやー悔しいね、もったいなかったね。話したいこといっぱいあるんだけれども、やっぱ長友佑都加入によりチームの士気が上がってるというか、雰囲気は最高にも見えたし、試合自体すごくハイテンションでいいゲームだったと思います。そしてアダちゃんの先制ゴール、このままいけるかななんて思ったんだけれどもね、あの名古屋のクバ、彼はすごいね。もう加入してからほとんどのゲーム点取ってんじゃねえの。ポーランド代表いい選手見つけてくるよね。まあアンラッキーなこともあり、ディフェンスにボールがぶつかり土手に追いつかれてしまうと。はい、そして本日の試合のやっぱりねハイライトになってくるのはこのことになっちゃうんでしょうね。レアンの一発レッド、やっぱり絶対許されることじゃないし、怪我とか選手生命とかに直結してきちゃうことなのでね、全然まあ仕方ないよなんて一つも言えないよ。だけどもうね、悪意があってやったとかじゃなくてもう染みついちゃってんだろうね、ああいうプレーになった時に出ちゃうみたいなのは。昔ワールドカップで相手の肩噛んだウルグアイ代表のスアレスなんかもね、悪気があってじゃなくてついとっさに反射的にやってしまうって1回目じゃなかったって、多分ダメだと思ってても反射的にみたいな。でもそんなこと言ってらんないからね、怪我させたら終わりだし反省してくださいというか。そしてこれから上位との対戦がまだまだ続く中、何試合出れないんだろうとか、まあ痛いよね。そして痛いといえば小川亮也の怪我、どのぐらいなのか分かりませんが、ちょっと心配でございます。まあそんなことだけ言ってるとネガティブに感じるかもしれませんが、まあ10人になってからも東京は果敢に攻め、前に行くぞっていう気持ちを見せ、これまでの試合より全然試合内容は良かったし見てて面白かったと。だからネガティブなことばっかではないですよっていうのが僕の感想ですかね。まあ確かにね、引き分けで OK なんていう気持ちは正直ないし、アジアを目指す ACL を目指すとなったらここでの勝ち点2を積み上げられなかったことっていうのがすごく大きいし、数字的に見るとあれこれ結構他力本願とはいえすごく遠のいたっていうような感想ではありますが、まだ可能性あるうちは頑張っていきましょうよ。そしてこの後浦和、川崎と戦ってその次のルヴァンセミファイナル、ここ何度も言ってましたがここ勝ち上がりたいっす。まあルヴァン取ったからってアジア行けるわけでもないけど、賞金取ってタイトル取っていきたいよね。しつこいけど勝たなくったっていいから決勝行きたい。2試合引き分け、1-1ドローの0-0ドローのアウェイゴールで上がるとかもうそんなんでいい。とりあえずファイナル行きたい。そして現実的に ACL を目指す3位目指したいけど、4位を目指して、3位を目指して4位ね、4位を目指してタナボタ東京発令で優勝チームが、ACL 出るチームが天皇杯取ってくれて4位でタナボタでアジアも行く、そんなプランはどうでしょうっていう感じでね、都合のいいことばっかり言ってます。上田さんでございました。